はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4、現代元、韓国でのプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ね、内政を中心にいいプレイの方を進めてきていたというふうに思うんですが、今回もね、内政が中心になってしまうかなというふうに思っています。退屈ね、されてしまう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。まずはね、じゃあ今回も研究枠、国家方針の方からしっかりやっていきましょう。早速研究枠が空いていきますので、研究枠を使っていきます。で、今回研究ね、何を入れていくかというところからなんですが、まずね、おさらいとして産業、そして工業といったところに関して言うと、2020年まではもう来ています。なので2020年のね、次のものをやっぱり研究するとなると、研究に要する時間の、まあ、ペナルティがだいぶかかってきてしまうというのがありますので、できればね、ペナルティがかからないところでしっかりと大砲の方は進めていきたいなというふうに思っています。で、そうなってきたとき、やっぱり基本の装備をしっかりね、一番新しい世代のものに上げていきたいということで、まずは支援火器、これを入れていきます、今回ですね。で、さらに砲兵で言うと、2009年の野戦砲兵、これが使えますので、研究として入れていきます。で、陸軍の師団のね、編成の方をもう一度見ておくと、まず歩兵に関して言うとご覧のようになってます。支援のところで入っているのが、砲兵に野戦砲兵、支援の野戦砲兵に野戦病院、それに支援の対戦車砲兵というものが入っているのが、まあ、基本の砲兵の手段ですね。で、まあ、戦車部隊と言っていいと思うんですけども、軽戦車1、現代型戦車2が入っている、こちらの装甲部隊ですね。こちらも同じように支援はね、砲兵、支援砲兵に野戦病院、さらに、支援の対戦車砲兵という形で入っています。で、最後、機動部隊ですかね。こちらも同じような形で編成が入っているという内容になっています。おっと、ここで悲願の核、核開発が完了です。これで核がね、作れるようになっていきます。ただし、核を、まあ、実際に生産するという段階に入るには、この原子炉が必要になってくるので、まあ、原子炉をね、建てていこうと。というのは引き続きやっていきます。今、建設級で言うと3番目に入っていますね。3番目といっても、今、民需工場に、軍需工場にを作った後の原子炉なので、まあ、建設の順番で言うと5番目に入っているのが原子炉です。で、原子炉が作られると自動で、核爆弾がね、製造されていきます。という流れになっていきます。さあ、ではこのあたりなんですけども、続いて確認をしていきましょう。砲兵で言うと2015年の発展型対戦車砲、これを先に研究として入れていきます。対戦車砲としてはこれが最後の研究になりますね。で、製造のラインですね、見ておくとですね、どうしても今足りないのが兵員輸送車、さらに、銃。このあたりもね、基本のものになるんですが、数が圧倒的に足りていないというところなので、ここは軍事工場ね、今ちょうど軍事産業の5が終わって、3つ軍事工場に空きが出たというところなので、1という形で、追加していきましょう。本来だったらですね、実は、航空機としてですね、マルチロール機等々を入れておきたいなという思いもあります。ただし、今はね、陸軍の装備優先という形でいきましょう。で、国家方針。軍事産業が5まで進んできたんで、ここですね。今度は民需工場3を得るために、民間産業の5を入れます。で、イギリスの貿易投資の話が出てきてますね。
ではまた時間を進めていきましょう。ではここでまた研究枠が3つ一気にドカッと開いたので研究枠を使っていきます。まず1つはね、どうしてもドクトリンは入れておきたいのでドクトリンを入れます。でもう1つは砲兵の方、これもね、野戦砲の最終研究になります。この現代モッドだとこれを入れます。でもう1つがさっきの流れで言うと、まあ、武器というよりかは防御用の装備というところになると思うんですが、この現代型の迷彩服を入れておきましょう。で、新しい生産ができるので改良型野戦砲へと、今製造のラインに載っている野戦砲を書いていきます。こちらですね、改良型野戦砲から発展型野戦砲へと書いていきます。ご覧のような形になりますね。ではまた時間を進めていきます。ではね、研究の枠また使っていますので、ちょっと時間を進めている間に入れていったものがあるので確認しておきます。まずは、防御系で言うと、防弾ベストに迷彩服、この研究スロットで言うと一番上と一番下ですね。さらに、レッドドットサイト、これは歩兵のボーナスをつけるものになっています。で、下から二つ目、第二世代の装甲兵員輸送車。ちょっとね、この兵員、装甲輸送車、全然研究が進んでいないので、研究を入れています。で、あとですね、最初にお話きちんとしておくべきだったと思うんですけども、中国、北朝鮮に対してはもうひたすら融和政策。中国に関してはね、すり寄り政策と言っていいと思うんですけども、そういった形で今は進めています。残念ながら北朝鮮とね、対話による統一というのはできない。かつ北朝鮮に対して戦争を仕掛けて戦争武力による統一もね、中国を敵に回すということになりますので、そういった形は今回は避けてですね、北朝鮮、中国に対しては共に融和政策で、共産化を目指していくというのが今回のね、プレイの一つの狙いになってきています。では、先に国家方針を確認していきましょう。今民間産業の5が入ったので、韓国の国内に民主工場3を獲得した3個獲得したというところになります。で続いてどうしようかなというところがあってですね、資源への特化、これを入れてしまって、この下に続くアルミニウム、レアメタル、ゴム、石油、こういったところの獲得を目指していくっていうのが一つで、もう一つがですね、研究枠の追加が得られるものとしてですね、政治的方針に始まって最終的に追加の研究枠、ここを持っていくというのが一つで、思想的方針の方に入っていた場合には、このね、もう完全に共産化を目指すというところをちょっと狙っていきたいかなというふうに思ってまして、今ちょっとそこを考えているんですけども、今回はですね、戦争に入るにはまだ時間がかかるだろう、必要だろうというふうに思うので、先に政治的方針を入れて追加の研究枠を獲得するという方針で進めていきたいと思います。で、研究の枠に関して言うとベストが終わっているので、次のベストに進みます。迷彩服ですね。で、あとはディシジョンのところなんですけども、得られるものいくつかあるんですが、まずパレスチナ、台湾、このあたりはもう刺激しない、中国やアメリカを刺激しないということで戦略的無視ですね。で続いて、こちらなんですけども、
まず生産手段を確保する経済政策なんですけども、これを仮に入れた場合ですね、民事控除1が入ってきますと、さらに共産主義の支持率が 3% 増えてくるということですごくいいので、今回のプレイコンセプトからするとですね、早速入れます。で、次見ていくと、啓蒙的価値。これを行った場合はですね、逆に、共産が下がるので、これはやりません。で、これもファシズムが下がるので、やりません。というところでいきたいなと思います。で、続いて、極左的論理を採用するなんですけども、これを入れた場合はですね、まず安定度がマイナス 1%。で、共産主義の影響力が1上昇ということで、これ共産が上がるので入れます。で、残り3つに関しては、いわゆる経験値ですね。得られるものなので、政治力を無駄にしないために使っておきます。でこのあたりは研究をね、次のステップへと進めていきます。単純に次のものを研究していこうと。いう内容になります。はい。ここで選挙の結果が出ましたね。まあ、自分で選択できるんですけども、ここは共産主義というところに走っていくので、共産主義派閥の勝利にしていきます。これで、名実ともに、共産化し、ムンムンではない、新たな人が、この韓国の大統領になりましたね。共産化、完了といったところでしょうか。国の名前もちょっと変わったかな？そうすると。ちょっと国の名前入れますか？朝鮮民主主義人民共和国と。おー。いうことで、どうなんだろう？結果的に、北朝鮮とある意味統一されたと言っていいんじゃないかな？朝鮮民主主義人民共和国に韓国もなりましたね。これ完全に。はい。まあ、ある意味では南北統一が完了しましたねということに、ちょっとね、笑っちゃってるんですけど、なりましたね。ただ、ここはね、あくまでも日本に戦争を仕掛けて、その日本を屈服せしめるというのが一番の目標にはなるので、まだまだ、手をね、緩めずに、やっていきたいというふうに思います。そしたら、中国に対しては、もう完全に、まあ、政策が同じ、っていうところもあるのか、入港権を要求で、完全に OK が出てますね。強化していきましょう、中を。
まあ、中国に要求していた入港権の要求が承諾と、これで、我々の、ね、艦隊が中国の軍港に入って補給や修理を受けることが可能と、まあ、かなりでかいと思いますね。かなりでかい、相当です。では研究枠をまたここで使っていきましょう。もう今2020年というところまでは来ているので、2020年に沿ったものをちょっと研究として入れておきましょうか。そうすると2020年で言えば、歩兵装備で言うところのグリーンレーザーシステム入れておきます。まさかこんな形でね、北朝鮮とある種仲良くなろうとは思いもよらなかったんですが、まあ共通の敵である日本に対してはね、これでいいのかなとある意味では思っているので、進めていきます。では、時間も良くなってきましたので、今回はですね、一旦ここまでに、させていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思うんですが、まあ、今回はね、韓国、見事に中国側にすり寄ったということで、共産化が完了してます。この先はですね、やっぱり北朝鮮、さらには中国との関係を強化しつつ、研究を進めて、軍事力を拡大、増強して、来たるべく日本との決戦に備えていきたいかなというふうに思っています。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。